県は先ほど、新たに富士市の50代の女性が新型コロナウイルスに感染したことを明らかにしました。県によりますと、新たに感染が確認されたのは、富士市に住む会社員の50代の女性です。女性は、今月9日に感染が確認された富士市の30代の男性と住宅内で4時間ほど食事をしていました。 感染経路とみられるこの男性は、女性と食事をした際には発症していませんでしたが、長い時間食事を共にしていたことから、保健所が念のため女性の PCR 検査をしたところ、今日陽性が確認されました。女性には症状がありませんが、県が入院先を調整中です。県は女性の行動履歴の確認や濃厚接触者の特定を急いでいます。 県内の感染者はこれで47人となりました。